皆様こんにちは。先日から、車の修理の代車で借りている、現行フィット、フィット4のベーシックですが、今日は、運転席目線、運転席目線を体感してもらおうと思って、VR カメラで撮ってます。はい。もう僕の顔のね、本当数センチ、3センチぐらいのところに VR カメラが逆さまにぶら下がっているんですけど、はい、なのでもうほぼほぼ、運転席目線になってるはずです。はい。で、まあ、最近 VR ビデオは結構たくさん作ってて、で、まあ、概要欄とかにも書いたり、動画内でも喋ったりしてるんですけど、平面のね、そのパソコンやスマホの、まあ、タブレットなどのディスプレイをこうね、マウスとか指先でグリグリするのもまあ面白いんですけど、まあ、できればあの VR ゴーグルを使って見ていただきたいなと強く、はい、強く思っております。はい、もう全然臨場感が本当に違いますので、はい。で、まあできればね、僕が持ってるオキュラス GO ぐらいのやつで見ていただきたいんですけど、まあ2,000〜3,000円でね、売ってるあのスマホを挿して使う簡易ゴーグルでも雰囲気は十分出ますし、それに100均ショップのね、あのセリアで売ってる段ボールのね、あのゴーグルでも雰囲気は、なんとなく分かりますので、ぜひお試しいただきたいなと思っています。で、このね、新しいフィットの、もう CM でもね言ってますけど、この見晴らしの良さですよね。ドーンと見晴らしのいいところを体感していただければと思ってます。はい。で、このフィットのね、試乗動画としても、夜間試乗とか、高速試乗とか、2本ほどアップしてますけど、まあ、もうちょっとね、しばらく借りられるのでもっと動画を作りたいと思うんですけど、まあ、ちょっと自分としても正直、どういうのを撮ったら皆さんが喜んでくれるのかがよく分かんなくって、なので、こういう動画を撮ってほしいとか、こういうとこ走ってほしいとか、なんかそういう、もし要望があれば、コメントとかに書いていただければ、もし実現可能なら撮ってみたいと思うので、ぜひお願いしたいところです。はい、よろしくお願いします。で、ね、VR カメラなのでぐりぐりといろんな方向を見て見晴らしの良さとかを体感してください。じゃあ、しばらく黙って走りますね。はい、よろしくお願いします。今ね、大阪モノレールと並走してます。うん、
うまくね通ってくれるといいんですけどね、なかなかね通ってほしい時に通ってくれないもんですよね。うん、黙って走ると言いながらちょっと喋っちゃいますけど、ゆうべちょっとかみさんを乗せて夕食にちょっと出たんですけど、まあかみさんが助手席に座って開口一番引くって言ってましたね。ちょっと座面が前のフィットより低いみたいです。はい、で走り出したら静かって言ってましたし、確かにもうほんとね静粛性は格段に上がってますよね。うん、でなんかシートもいいなって言ってましたわ。まあかみさんはね、まあ、全然車素人で、まあ、僕もそうなんですけど、もう本当に率直な感想を言ってくれるんですごく参考になるんですけど、うん、静かだし座り心地いいしいいなって言ってましたね。うん、今モノレール来てますね。でもちょっと反対側だ。モノレール出てきますけど見えるかな。あー見えた見えた。
前方に大観覧車が見えてきましたね。お、次のモノレールも来てますね。あ、なかなか絵になってますけど、 VR だとちょっと遠いかな。ぐるりと万博外周ちょっとだけ回って帰路に着きます。夜間走行の時にも言いましたけどね、エキスポシティ、あるんですけどまだ来たことないですね。ニフレルとか行ってみたいんですけどね。左並んでるのがこれ駐車場渋滞ですかね、まあね、コロナ禍でなかなかね出かけられなかったんでしょうけど、そろそろね第二波落ち着いてるんですかね、やっぱり経済も回していかないとあかんしね、でなんでここは進まないんだ右折レーンは、あ、割り込みたいやつがいるのか。はい、行きました。はは、すごいな。並んでる、並んでる。本当にね、ゴーグルで見ていただくとかなり臨場感あるんで、はい。というわけで、今日は運転席目線の VR 動画でした。はい。もうしばらく無言で走りますね。はい。雰囲気を楽しみください。あー、モノレール来た。見えるかな？これは見えますよね。はい、じゃあそろそろ終わります。ご視聴ありがとうございました。